35平方ミリメートル連装光舎機関法 L-90 エリコン k d 3 5トル機関法は、旧エリコン社が開発した3 5トル口径の機関法。本法の開発は1952年より開始された。開発は、基本的に先行して開発された2 0トル口径のエリコンか2 0トル機関法をもとに、 エリコン化を大貢献したものとして行われた。まず、水冷式の試作型としてマーク352が開発された後、1959年には最初のプロトタイプとして1皿 353MK が開発された。これに紹介量を加えた2皿 353MK は、ケイダとして量産化された。また、間もなくケイダを元にした。 軽量化改良型の KDB ベルト球弾式からリンクレスに変更した KDC がラインナップに加えられたほか、後には KDA をもとに発射速度を落として軽量化した KDE が開発された。これらのガス圧作動式の機関法とは独立して1991年より 35mm 口径のリボルバーカノンの開発が開始された。この法は3 5 1000と称されており、4チャンバーのリボルバーカノンとすることで、その名の通りに1000発、フンの発射速度を実現した。製品名としては、KDG と命名されたが、従来の35、1000という名称も引き続き使用されている。KDE シリーズの最も一般的な形式が、GDF シリーズの牽引式対空砲である。1960年代初頭。 KDB の最初の形式として開発されたのが GD k マイナス零零一である。九百六十九年にはスーパーフレーダーマウス射撃統制システムと共に三十五平方ミリメートル連装降車機関砲 l 九十として陸上自衛隊に採用された。九百八十年には改良型のフェランテ射精射撃統制システムを採用した GD 界 -002 が発表され、 後に、自己潤滑性材料の採用などの改良を施した GD ス -003 にマイナーチェンジされた。112発の即溶弾と126発の予備弾が搭載されている。1985年、全面的な改良版である GD ス -005 が発表された。これは、ガンキング照準機とレーザー測距偽を組み込んだ新しい射撃統制システムを採用しており、 280発の即溶断と自動装填装置を搭載している。これらの連想砲画はスカイガードシステムとして市場に提示され、広く採用された。1990年代中盤、高発射速度のリボルバーカノンである KDG が実用化された。これを従来のような連想砲画ではなく単装の砲刀に配したシステムとして GD k -020 が開発された。 GD ス -02 零は、射撃統制システムとともに、スカイシールドシステムとして市場に提示されたほか、ドイツ陸軍の新しい野戦防空システムである、シスフラにおいて、マンティス時期空間防護システムとして採用されている。また、KDG 用に開発された、新しい調整破片型 ABM 弾である、アヘッド弾の実用化に伴い、従来の GDF シリーズにもこれが、 バックフィットされた。アヘッド弾の運用に対応したものには、新しいモデルナンバーが付与されており、GD 解 -001-002-003 は、GD 解 -006、00 GD 解 -005 は GD 解 -007 と称されている。なお、1980年代にエリコン社より、技術、資料の提供を受けた中国においては、 GD 解 -002 を散載化して90式 35mm 連装機関砲が開発され、中国人民解放軍に装備されるとともに輸出市場にも提示されている。中国は90式は GD 解 -002 と GD 解 -003 の中間的な性能を備えていると主張している。GD 解 -003、GD 解 -005。 スカイガードシステムの FCS 車両本法が走行戦闘車両に搭載される場合、最も一般的な利用は自走式対空砲としてのものである。ただし、日本では KDE を不評戦闘車の手法としても採用した。ゲパルト自走対空砲搭載車両2本、ドイツイギリスフィンランドポーランド式島。全甲板上に連装マウントを搭載している津軽型巡視船。 全甲板上に GDMB を搭載しているアブサロン級多目的支援艦。後部上部構造物上にミレニアム CIWS を搭載している1969年頃よりイタリアのブレーダメッカニカブレシャーナ社と共同して関西型マウントの開発が開始されており、まず連装の GDMA と単装の GDMB が開発された。また、日本においても、 1970年代に GDMB と同様の単装マウントが日本製功所によって開発されて、海上保安庁の大型巡視船において標準的な装備となったほか、後には87式自走行車機関砲と同系列の連装マウントが JSW 車と三菱電機によって開発され、ヘリコプター2機搭載型巡視船である四季島に搭載された。 これらのマウントの搭載法は不詳であるが、単層マウントについては、軽だと推測されている。また、KDG の開発に伴い、ラインメタル社製の砲塔システムとして、GDM-008 が開発された。これは、おおむね地上用牽引型の GD k -020 を関西化したものであり、ミレニアム CIWS の主要な火力として採用されている。 GDM-008 は、砲塔重量 3200kg、200から252発の速溶弾を搭載しており、アヘッド弾の採用により、対レーダーミサイルに対して 1200m、巡航ミサイルに対して 2000m、航空機に対して 3500m の距離で、交戦できる。搭載官邸日本デンマーク。ありがとうございます。